你先这样吧，先这样。こんにちは、よっぽの台所です。何でしょうか。何を作るんでしょうかね。今日の料理はですね、一つの動画で三つの料理をやります。韓国の家庭料理なんですけど、このアサリ茹でて、茹で汁を使って、このもやしとご飯を炊く。茹でたアサリを身を取って、ヤンニョムに合わせてビビンバをする。あと、残り汁でスープを作る。それを3つですよね。3つのことを日本でもあるんですけど、一足三鳥って言うんです、韓国で。もしくは、一他三匹っていう言葉なんですよね。これは韓国の国民のファトっていうものがあるんですけど、そこでよく使う言葉です。一他三匹。もしくは、一足三鳥。これ話だけ聞くと、すごくなんか長いなっていう思われるかもしれないですけど、実はすごくこれ簡単にいけるんで、もう超簡単に美味しいものを作りましょう。僕が今日用意したのはアサリを茹でます。水1リットル用意しました。冷凍アサリ殻付きの1キロです。じゃあその間ご飯を炊くから、まず米 400cc、 その上にもやし 200g。 じゃあ音が鳴ってきますね。火も通ってるんで、このアサリ汁をちゃんと出します。この汁でご飯を炊く。じゃあ米今日 400cc 炊くんで、汁も 400cc 入れます。これで米炊きます。アサリのヤンニョムを作ります。これ超簡単なんで、ヤンニョム作るのも。これは後で味噌汁作りますね。じゃあ合わせ調味料作ります。まず濃い口大さじ3つ、お酢中さじ1杯ですね。あとみりん大さじ1杯、ごま油中さじ1杯、とおろしにんにく中さじ1杯だから、水飴大さじ1杯。これ水飴入れることによって、最後の味がもう固まっちゃうから、これ水飴ない方は蜂蜜でも大丈夫です。大さじ砂糖1杯、唐辛子1杯、このごまですね。好きな方に入れてください、これは。味の素少々。あとネギですね。白身だけ使うんで、ネギをみじん切りします。これニラ、あと万能的でも大丈夫です。入れちゃいます。よく混ぜたらもう合わせ調味料はこれで OK。 一旦上片付けます。アサリ身を取って、アサリのヤンニョン、僕はやっぱりちゃんと見せるためにこれアサリ漬け使ったんですけど、やっぱりスーパーでむきアサリ売ってるから、それやってもいいと思います。これめちゃくちゃ時間かかりますよね、一個一個。あ、そうだ、例えばこうアサリを置いてタレで、これお酒のつまみでめちゃくちゃいいです。こうやってめっちゃ美味しいです。これゆっぴりこれちょっと食べてみて。うん、美味しい。これめっちゃ美味しいでしょ。これでもう皮むきは完成しました。一旦片付けます。もう超簡単に美味しいものを作りましょう。じゃあ最後の料理はスープ。スープなんだけど、これはクックって言います。チゲじゃない。ほうれん草と豆腐入りの味噌スープですね。韓国式の味噌スープを作ります。まずほうれん草っていうのは、スープにするときは水に茹でた後に絞ってから使った方がいいと思います。なんでかっていうと、ほうれん草にシュウ酸っていうものが入ってるから、直接食べると体に良くないです。だから一回水をで茹でて、絞ってスープにした方がいいです。これ半分カットしてほうれん草入れちゃいます。だいたい1分ぐらいですね。水気を切りました。お部屋で洗います。で軽く絞ります。でその間このスープ、さっきアサリ汁ですね、火入れます。豆腐は入れるんで、さっきネギ切った青いところ多めにカットしてもらって、これ3つ風で入れるんで。じゃあもう汁が沸いてきたんで、味噌 100g 入れます。これもよく溶けるように混ぜた方が、にんにく中さじ1杯入れます。豆腐入れます。ほうれん草、あとネギも全部入れちゃいます。ちょっと一回火入れますね。その間もうご飯がさっき出来上がってるんで、ご飯ちょっと出します。じゃあご飯が出来上がりました。
見えやすいようにボウルで移しますね、ごめんを。よく混ぜます。スープも沸いてきたんでちょっと味見します。最高です。何の味付けもしてません。ここはこっちが醤油味だから、こっちはシンプルでちょうどいい感じだから、一緒に食べればめちゃくちゃ合うと思います。じゃああとはもうあえて盛り付けるだけですよね。これさっき作ったタレ、これあえます。よく混ぜますね。でもう出来上がりました。目玉焼き焼いて綺麗に盛り付けます。これも買いました。目玉焼き輪作中長一発7個いきますね。目玉焼きが、で米を1人前入れます。めっちゃ美味しそう。じゃあここで万能ネギ、ここにごま少し。じゃあこれ出来上がりです。早速食べてみます。めちゃくちゃ食べたい。自分が作ったけど、これもうめちゃくちゃ美味しそうだから早く食べたいです。食べまけすんだ。いただきます。まずこれ見て分かりますけど、超簡単ですよね。難しい材料全部抜きます。手に簡単に入れるもの材料でやろうとしてるんですよ。細かい材料入れてもいいんだけど、わざわざ皆さんがチャレンジできるように簡単な材料でやろうとずっと考えてます。これだけでも随分美味しいんで、すごく。じゃあ僕早速食べてみます。ビビンパだから混ぜて食べます。今日はもやし、あさり、ビビンパです。これは韓国味噌を使った味噌スープ、デンジャンクープ。これはつまみでもいいです。1対4匹ですね。1と4度いただきます。よく混ぜて、シンプルな味噌汁、めちゃくちゃいいです。あさり汁でスープ作った、あさり汁でご飯炊いた、ただの米じゃなくてもやしが入ってる、タレを作ってあえてご飯と一緒に食べるっていう、超簡単ですね。美味しい。맛있어요。진짜맛있어。진짜今日はもやしビビンバ作ってみました。これなかなか経験できなかったかもしれないですけど、本当に美味しいんで、家で一回やってみてください。さあ、まだバイバイ。